よし、来たぜ。やるぜ。効かない効かない。ここ。もう触れない。触れない。さあどうする。これ効く？弓矢。弓矢効く？効かない。よし、あとはよく。慣れ慣れ。慣れ慣れ。あとは慣れ。見て、私、眼球を開いて。眼球は開けない。まぶたを開いて。目を開いて。落ち着いて、落ち着いて。妖精さんを残した。やった。あ、きつい。はあ、はあ。よしよし、なんとか。え、こんな難しいの、この先。やばくない？え、取れてるよね。取れてるよね。大丈夫。はあ、助けたよ。リンク、あなたのおかげで魔族の手から逃れることができました。ありがとう。いえいえ。大いなる災いの予言は知っていますか？なまってきた。私はこう聞いています。もしも悪しき心を持つ者がトライフォースを手にするならば、勇者が必ず現れ、この大いなる災いの元となるものを打つであろう。しかし勇者が倒れた時は、悪しき心のものに世界が覆われてしまうであろうと。やばい、脳に入ってこない、脳に入ってこない。そう、勇者になれるのはハイリアの王家を守っていたナイトの一族のものだけなはず。あなたはその気を引いていたのね。ゼルダ姫を必ず救ってあげてね。ちゃんと聞こえたかしら。聞こえた。ちゃんと後で録画見ますから。勇者の行く道がトライフォースへと導かれますように。よし。よし、取れた。いいよね。よしよし。リンクはあれね、ナイトの血筋なのね。守ってきたナイトの血筋なのね。よしよし。じゃあ村に行こう。やばい、今日集中力がないが大丈夫か。ぼんやりする。まだ熱が熱上がってきた。せっかく下がったのに。はあ、このまま出なきゃね。ここ通って帰ろう。よし。あ、ここ行きたいんだよね。どうやって行ったらいい？ここだけ通ってないから、これ押してこなきゃダメかな。ちょっと待ってね。何があるのか気になる。でもやばい、喉枯れてきちゃった。別日にするか。やばい、本気喉枯れが近づいてきた。待って、あれ押すにはどうしたらいい？違うとこで押して戻ってくるからね。ここ難しすぎない？っていうか、あのえ、ちょっと待って、鍵余ってんだよね。ここと、あ、違う、どこで戻ってくる。よいしょ、よいしょ。ここと、あ、これ、これを押して、危ない危ない、やめて。押して、取って、外出る、外出る、外出る、あっち戻る、危ない危ない。なんて面倒なマップなんだぜ。よいしょ。これで？あれ？できてない。
え、どうするべき？あ、ちょっと待って。あれ、どうやって行くの？これか。いや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 、おかしいだろ。それはおかしいだろ。ダメだ。わかんない。え、どっから来るの？まあいっか。クリアしたし、まあいっか。なんだあそこ、よくわかんないんだけど。帰ろう、もうとりあえず帰ろうじゃん。ああ、こっち来た。ここどこだっけ。あ、こっから行けるもん。あ、これだ。これ変えて、やばいやばい、来てる。これ変えて、あ、こうだこうだ。解明で、やばい、君たちはやばい。やばいやばいやばい、危ない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 。ちょっと待った。あ、やばい、変なとこで落ちてしまった。これで、あれ、今倒した。え、何にもないの？嘘、何にもないのか。なんだ、まあ、いっか、埋まったし、帰ろう。どこが出口だっけ。あ、違う違う、ここじゃない。いや、難しすぎる、ここのマップ。もうこの先ダメかもしれない。そろそろゼルダの厳しさを見せてきたよ。よいしょ。やばいやばい、ぼんやりする、ぼんやりしてる。頑張って、私。もういい加減にして、そのビシビシ当たるの。ああ、それそれ。よいしょ。これでこっちからよしよし。あ、下からいけるか。出てて、これで、やばい、今日は1時間ぐらいしか取らない予定だったのだが。あ、ちょ、こっち行ってみよう。なんかあるかな。あの、木こりは、そういえば木こりはどこへ行った。木こりはどこへ行った。マントをまといし者にハートのかけらを譲ろう。マント。てててててて、やばいやばいやばい、あれ欲しい。やばいやばい、すごいんだよなって。あ、やばい、行っちゃった。やばいやばい、ハート落としてください。ないか。ここは何屋さん。で、入るか。あ、アイテムショップ。でも今はとりあえず大丈夫です。大丈夫です。死にかけてますけど。ここは何でもない。これでなんだ、マント。マントをまといしもの。マント持ってないしな。やばい。もうあいつのことはすっかり忘れていた。はいはいはい、ありがとうございます、妖精さん。ちょっと持たせて。よし、マントとはこれいかに。なんか始まったぞ、余計なことが。余計なことが始まったぞ。街を先に行くべきではないのか。ないの。あ、ここあれだわ。これだね。よいしょ、待ってよ。これで、これで、で、
どの道まだ行けない？なんかやっぱマントみたいのないとダメ。マントってなんだ？マントってなんだ？まあいっか。やばいやばい。危ない危ない。鳥みたいなやつすごい強い。4番いくか。町の中にあるんだね。やばいやばい。大体敵なんだが。これで、あそこには入り口あるね。気になるが、まだ先だもんね。町から行くか。とりあえずこの下。どうなってる？ここどうなってる？ここどうなってる？爆弾の人がいる。あれ、危ない。あれ、これどうやって入る？入れない、入れない。あ、飛べる飛べる。なになに？ここ何？アイテムショップ。こんな物騒な世界じゃ何かと物売りだろ。好きなものを選んでくれよ。弓矢が10本で30。これ何 ?8?10?500? え、もう持ってるよね。あ、違うやつまあいっか、今お金ないんで大丈夫です。ここアイテムショップですね。なんか、ほどいてください。それで、あとはない。よし、あとは町じゃ。町探索じゃ。あ、欲しい欲しい。それを星さんに、1個星さんに今何個食らったと思ってるの。いい加減にして。私いい加減にして。これは？あ、妖精さん。あれ、今全部持ってたっけ？持ってない。妖精さん。よし。妖精さん。よし。あー。ここ何？あ、占い屋さん。一緒だ。お、あなたの顔に良くない層が出ております。こっちでも結局顔に良くない層が出ているさっさ占って神聖をお安くしておきますよ。お願いします。なんだろう、町行けって言われるかな。クロマニヨン、クロマニヨン、鍛冶屋の家の前の井戸に飛び込んでみなさい。36、どうぞ。鍛冶屋の前、あ、町の横っちょにあったっけ。あ、あったっけ。なんか穴、ちょっと待って、やってみる。うわー、敵だらけだね。待って、鍛冶屋さん。ここははぐれ者の村、ルピーのないやつを断る。すさんだ町だぜ。鍛冶屋さんってここじゃなかったっけ。ここ持ち上がる。あ、ダメ。あ、ごめんごめん。君は敵じゃないのかな。君いじめてもやばいかな、もしかして。ここで一回戻って、で、あ、これか。ここ、あ、こっちはない。あ、上から来いって。あ、やってなかったっけ。あ、これがなかったから忘れてた。さすが占い師さん。よし、行くぜ。どこ行く。ん、なんだ、なにこれめっちゃ怖いんだが、怖いんだが、大丈夫か。え、なになに、なにあれ、え、なにあれ、え、なにあれ
なんだなんだ、閉められた。え、待って、あれ何、え ちょっと待って、何だったのあれ、あれは何だったのだと、なんか入ってんのこれ、水、え、なんか瓶ないとダメ的な、ちょっとじゃあ妖精さん放って、違う、あ、取っちゃった何これ粉、あ、いや、よくも長い眠りから目覚めさせてくれたな、どうもありがとう、ありがとう、やい、こうなったらお礼をしてやるから覚悟しろ、よろしいですか、はいやめて、何もできない、けけけ、ざまあみろ、これで今までの2分の1しか魔法は減らんぞ、よかったですね、え、どういうこと、え、2倍にされたってこと、消費量を2倍にされたってこと、呪いで、やめてくださいただでさえ少ないのに、やめてくださいもう出てこない、もう出てこない、マジでどうしたら許してくれます、これですか、妖精さんを一匹捧げるんで、お願いします、お願いします、ダメダメそんな、マジか、マジか呪われてしまった、悲しみ、しょうがない、行こう、どうしたらいい、そんな縛りプレイですか、これのことこれのことだったのか、あの顔に良くない層が出ているとは、あ、やばいやばい、てか粉って他に使い道ある君たちには、あ、ダメ、いまいちよくわからん、君そんなことすんの、いやびっくりしたな、もうへ、まともな人に会うのは何百年ぶりかね、まあまあちょっとおしゃべりさせてくれよ、あんたこんな話を知ってるかい、この村にあるガーゴイルの石像、あの下から女の子の助けを求める声が聞こえてくるって噂だよ、なんだか怪しげな話だと思わないか、どういうこと、ガーゴイルの、ガーゴイルの像の下、ガーゴイルの像の下、あ、そこにいるってあれだな、ありがとうここはもう、ね、どこだ、よし、あ、ここもお店か、はい、お店結構いっぱいあるね、やばい、虫もう虫、ここはてか、あの重たいやつってどうやって開けるの、あ、また絵がある、あ、300円も、300円じゃなかった、ルピーも、あ、これ誰かが教えてくれたこれ H じゃなくて M でマリオなんだってマリオだったの、なんかすっごい怪しい笑いをしている怖い絵かと思ったんだけど、ピエロみたいな怖いよ、よいしょ、あ、これ絶対割れる、ここじゃ、あ、ちょっとずれたか、当たる当たる、よし、ごめんよ鳥に当ててしまった、よしよし、すごい、ここ隠し財産これも300ルピー、お
金持ち、どうしよう、お金貯まってきちゃった。あそこ行くべきか、もったいないよね。ここは、あ、なくなってる。やばい、お金がどんどん貯まってしまう。誰、敵、やばい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 、なにこの子、どうしたらいい、誰あの子何もできないんだよね。あ、泥棒だったやられた。行くぞ。え、あ、なんかアイテム書いてある。宝箱、何、はい、いらっしゃい。30ルピーで宝箱2つ開けられるよ。遊んでくれ。遊んでいく。あ、ここもマリオあるこれとこれもうダメダメ、あ、それでおしまいもう一回もう一回、30ルピーで、よし、ここと、よし、ここあれ、これ永久に稼げるシステムじゃん。あの左端だけ狙っていけば。お願いします、あと1回だけ。ここと、ほらねどう攻略法見つけたんじゃない、あと1回だけよし、いくよ。やっぱりお金一回あそこに見ついてくるかな。すごい儲かったんですけど、やばい、ここで稼ぐべきだわ。よし、ちょっと待って、それやってる場合じゃないんだよな、それやってる場合じゃない。あ、ここがガーゴイルでしょ。ここは入るとこないか、ここは入れない。君は気に触ることをするんじゃねえ、木だけに、木だけに、そういうこと、危ない危ない、ここなんかありそう、ないかな、よいしょ、ないか、ここどうなる、あ、あれか、戻るとこ全部見たかな。あと下の方行ってないね。あとはガーゴイル、ガーゴイルは保留。ここなんなの、すっごいうようよしてる、気になるけど。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待ったこれで、ふう、やばい、お金貯まっちゃったのがもったいない。ここは、あ、もしかして降りちゃったら戻ってくるの大変かな。これで、あ、そうだね、ここ持ち上げられなくてぐるっと回ってきたんだよね。こっちはいかない、なんだ君よく見たらなんか違うな、敵じゃないね、敵か、え、どうしたの、え、でも連れていけないお話できない、まだだな、なんかあれがあるはず、あの重たいやつ、黒いやつを動かせる何かが、え、やっぱあれ強化とかあるのかな、グローブの、とりあえずこれやるか、よし、これじゃ行くぜ。お、どうする、今日やるか今日やれるか、でもあっちのよりかはいけそうな気がするが、いけるか、本当に、なんか飛んできた、スライムだスライムがいる、よいしょ、マップ3階建てか、
ここの方が分かりやすいかな。ここにいる馬がいる。馬かな。これは、あ、こっち繋がってる系か。ちょっと待ってね。あそこ爆弾がある。あ、いた、いた馬がいた。ここ爆弾、このスライムで、こっちも待てよ。これでどうなった？ここもある。ちょっと待って。下はない。下はない。マップ見て、ちゃんとマップ見て。上行く。ここ。別にないか。ここは違う。ここは違う。じゃあ降りる。こっち降りられる。降りられる。ここ降りる。で、ここ。あれ欲しい。ハート欲しい。ハートが欲しい。これで、やばい。あれ嫌い、あれ嫌い。あれ違う。で、あとは。これ、やばい。ここ降りる。あ、ここは繋がった。ここでしょ。まあでも一緒だもん。ちょっと待ってよ。ここは一緒。これでこっち来る。こっちじゃん。これで馬がいる。ここにもいない。どうなってる？あれ取れる。これが取れる。コンパス。あれ、この階にいるの？へえ。うわー！危ない。食らうところだった。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。これでこれで登る。鍵、鍵。喉がかゆい、喉がかゆい。ちょ、お茶。ゲフゲフゲフ。やばい、喉がスーパーかゆい。やばい、今咳した瞬間に来た道全部忘れた。どうしてだっけ。違うな、違うな。ここがゴールじゃない。やばい、かゆくなってきちゃった。明日にしようかな。ここに上の道もあるが、下もある。これで、いやー、あれ、いや、こっち行ける。あ、行けた行けた。
終わり？え、これでいいの？ちょっと待って。ここで、いや、ちょっとどっちから来たっけ？こっち。ここじゃん？痛い痛い痛い。登る。ここ。あ、やばい。あれ持ってくるべきだったね。妖精ちゃんが2匹しかいない。まあいいか、いけるか。よし。